イオンモール舗装は愛知県庭群舗装町に立地しているモール型ショッピングセンター。ジャスコ舗装店を各店舗とするイオン舗装ショッピングセンターとして2003年8月9日に開業した。なお、当館の名称は2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にイオン舗装ショッピングセンターから イオンモール不相に変更されている。さらに、2013年11月から、イオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを、イオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行した。投資施設の近隣にある店舗が競合により影響を受けたことから、当地区を含む愛知県を地盤とするユニーが対抗し、アピタ港南西店を各店舗に70の専門店を入居させた。 ショッピングセンタービアモール湖南を2005年6月25日に開業させている。当地には林宝石不装工場があったが、同社は1979年2月に会社構成法の適用を申請して事実上の倒産し、1981年3月の構成計画認可と同時にサンファインに社名変更をした。そのサンファイン不装工場は土地に、 イオンが大型ショッピングセンターを開業することになった。なお、当施設の南隣にあるサネノブ高等学校は、林宝石が設立した林学園の1972年4月に開校した林第二高等学校が1981年4月に公名変更したものである。開業時には、各店舗のジャスコフ装店のほか、純各店舗の緑電化やニトリなど、 約100店の専門店が入居していた。各店舗のジャスコ不装店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン不装店に解消した。また、緑電化は2009年10月1日にデオデオに吸収合併されてエディオン、ウエストとなった後、翌年2010年10月1日にさらに合併して、 エディオン本体の直営となり、2012年10月1日から、店名統一に伴って、エディオンに改称した。出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。鉄道自動車、ありがとうございます。